秩父市の小山田氏の一族。孫三郎。越中守を称した。法名は、良縁。父は、小山田八太郎。妻は、武田新輪の娘。また、正室の死後に、大井新たちの娘を形質に迎えた可能性も示唆、されている。子に、では守を称した、小山田信有がいるとされてきたが、世代的に弟である可能性が挙げられている。 や三郎を称した、小山田信有小山田信重は孫にあたる。戦国期の開国は、国中地方において守護、武田信政の古心縄と、油川信江の兄弟間で家徳争いが起こり、有力国衆を巻き込む、乱国状態となっていた。鶴軍の小山田氏は、遠赤関係のある、信江法に属していた。永昇4年に、 新縄が死去して幼い信直が家督を継ぐと、新江法は再び放棄し、永正5年10月4日の某が峰合戦で新江は、信直は、信に討ち取られる。信有の父、小山田八太郎は報復のために、国中地方に侵攻するが、八太郎をはじめ、多数が討ち取られ、一族の小山田男女らが、伊勢総威のもとに亡命する事態に陥っている。 小山田氏投資を打ち取った信長は、英章6年秋と12月、翌7年春にまで及んで、鶴軍に攻め込み、ついに、小山田氏との和睦を果たした。この和睦は、小山田氏の事実上の武田氏への従属であり、この際に、武田、小山田氏の間で婚姻が成立したと見られている。武田源氏一党系図など、武田氏の系図資料には、新川女子の中期に、 小山田では守る妻とあり、この公認は永翔7年の和睦によるものと考えられているが、和睦時の当主は、腰中守信有と推定されていることから、武田慶図の中期は後期、あるいは腰中守信有が、それまで、では守るを名乗っていたと考えられている。国中地方では、武田信虎と有力国衆との抗争が続き、これに、 隣国の駿河国、今川氏や相模国、御北条氏が介入し、軍内の小山田氏も、武田氏と共に、この一連の戦乱に参戦した。栄章12年に、西郷里の大井新たちとの大井合戦では、小山田一族も動員され、小山田山と守るが戦死した。同13年末、大井氏を支援していた今川氏が軍内へ進行し、 吉田山次郎を選挙し、小山田勢の再会う懇親、平八兄弟や大石小五郎を打ち取っている。これに対し小山田氏五郎の小林宮内進やその父、小割入道が吉田山次郎を攻め立て、翌14年1月12日には、今川勢が撤退した。しかしその後も軍内や、国中での武田、小山田氏と今川氏の争いは継続し、永正15年5月に、 ようやくは僕が成立した。英正17年3月、信有は猿橋に下京している。このことから、小山田氏の勢力が、鶴群北部に及んでいることがわかる。大英元年2月18日には信虎が、船津の小林宮内進の屋敷を訪問し、翌日には、信有の中積森館を訪問している。協力2年には、小山田氏は、 軍内へ付加された村別を拒否したために課せられた二度目解除の交渉を行っており、この頃には経済的圧力も加えられていたと考えられている。協力三年正月7日には猿橋において、北条税と退陣している。同年には、武田氏と同盟関係にある大木谷上杉氏の上杉智大樹が、御北上氏の本拠である江戸へ進行している。 信虎はこれに同調して、信有の関東派遣を試みるが、同年4月23日には、鶴群や坪坂において、北条氏綱に敗退し、失敗する。協六5年には信有は本郷中津森館から谷村へ移転している。以後、谷村館を中心とした、城下町が整備されたと考えられており、谷村館背後の城山には、 近世諸島には築城されている、勝山城が所在し、勝山城の追記期、追記主は不明であるが、中津森館は吉田、忍草から、大月方面へ抜ける諸島を掌握、監視する役割を持っていたと考えられており、小山田氏時代には、城山に、勝山城の前身となる城塞が存在したとも、考えられている。山中古天文4年6月5日。 武田、今川菅野は僕が破れると信虎は、駿河へ進行し、昨日へ春国境の万沢において、両政は激突する。一方、今川氏と同盟関係にある、北条氏妻は、軍内へ進行し、同年8月22日には、山中の戦いにおいて、小山田信有勝沼信友勢と北条勢が激突する。この合戦において、 軍内勢は敗北し、小山田壇上、小林左京助らが戦死し、御法上勢はさらに吉田へ進行指導地を焼き払うが、武田勢に同調した、大木谷上杉氏の上杉智之が、御法上氏の本拠である小田原城へ進行すると、御法上勢は撤退した。腰中守信有の死去に関しては、貝の国士九97では、 山梨県鶴市の長生時に残されている天文十年の年季を持つ廃止、全宇宙大衆、千切山尊心倍前城門を、腰中守信有の法名が誤って記されたものと、四この年号を、腰中守信有の没年としている。一方で、長生時の廃止以外に、腰中守信有の没年を伝える資料は、存在せず、 腰中守信有に関して記された記録上の最後となる勝山記、マキ協力五年上記事の解釈から当年を腰中守信有の死去とする遺説もある。また、朝政寺書像の資本着色、小山田腰中朱子出身優雅像の蔵主は腰中守信有とされていたが、修理名の存在から蔵主はでは守信有である可能性が指摘されている。 ありがとうございます。